皆様こんばんは、アニョでございます。今回はですね、今絶賛流行り中のリベロエースバーン対策ということで、こちらのマイナーポケモン3体デスバーン、そしてシザリガー、そしてアニョラ、この3体を使ってリベロエースバーンを徹底的に目立って倒してやろうといった、そういった内容の動画となっております。細かくですね、詳細を、話していきますと、こちらのデスバーン、すごいですね、形が AD ブリと、技にトリックルーム、呪い、シャドウクロウ、自信を入れております。対面をエースバーンとした人としてもトリックルームを張ってから自信を仕掛けることができる、もしくは呪いのタクを迫ることができる。そして交代先シザリガー、この子が勇敢個体で、HA ブリですね。で、ダイマックスして、ダイストリームをひたすら放っていくと。で、これによってエースバーンはもちろん死んでしまうと。確実に死に至ると。で、もし、そこでも出てこないのであれば、対面初手でも出てこない、どこでも出てこないというのであれば、アニョーラがカウンターでエースバーンを倒してしまうと、カウンター氷の粒ってなりで倒してしまうと、そういったコンセプトの動画となっております。なおですね、ちょっと、録画設定のミス等がありましたので、今回は、ちょっとですね、ほぼ無編集に近いようなカット等々、ちょっとして画像等々入るんですが、ほぼ無編集に近いような状態の動画となっております。申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは、アニョでございます。お久しぶりでございます。ということで、今回は新生オンバーン軍と称しまして、対戦相手にいますね、リベロエースバーンでしょうか。彼をさっくりと狩り尽くしていく、そんなコンセプトの動画を撮っていきたいと思ってまいりました。さあさあさあ、久々の実況動画となるんですが、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。私は、メンタルがやられたりやられなかったり、何やったりかんやったりあったんですが、チャンネル登録者数が、配信ポケモン配布配信を繰り返すごとにつれて、お相手初手ニンフィや、登録者数がですね、なんと450人近くを超えると、ポケモン配布配信でですね、超えるというところで、ここは初手トリックルームを素直に打っていきましょうか。最近の私の出来事としては、セブンイレブンにですね、昔ながらのコーヒーゼリーというものがありまして、これ知ってる方いるのかな？昔のコーヒーゼリーってホイップクリームが乗ってたんですよ、上に。コーヒーゼリーの上に。そこにサクランボが乗っているものが、セブンイレブンに売ってまして、それがですね、ちょっと興味をそそられたので食べてみたんですが、ホイップクリームがとってもとっても甘くて、コーヒーゼリーといい感じにマッチングしていると。しかしちょっと私の甘い舌には、少々コーヒーゼリーのコーヒー部分が苦すぎたかなと思うような印象を受けた味のコーヒーゼリーでございました。とてもですね、美味しくて、確か130円とか148円とか、そのぐらいで売ってたと思うので、もしよかったらね、皆さん気になった方、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうかということで、ここでシザリガー降臨と、このシザリガー勇敢個体で最地でございます。ここで早速ダイマックスを切ってダイストリーム打ち込んでいきましょうか。そうしましょうか。エースバーン狩り動画といったところなんですが、エースバーンが出てきていないぞと、まだ。アニョさん、アニョさんと、エースバーンを狩る動画じゃないんですかと言われるかもしれないんですが、まあ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 、まあ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 、どうどうどう。ここでダイストリームを放っていく。おそらく今の環境のリベロエースバーンというのはタスキは持っていないと。なぜかと言いますと、タスキで猛火圏内に入れて火炎ボールを放っていくというのがエースバーンの強みであったからですと。なので今のエースバーン、環境にいるエースバーンはタスキ持ちではない。つまりシザリアで枯れる。
お相手はラプラスを選出していないのであれば、こちらに勝ち筋は濃厚であると。ロトム、おっと、ここで相手もダイマックスを切ってきたご様子。こうなってくると、普通に辛いですね。こうなるとちょっと話が違うんですが、話がちょっと変わってくるんですが、ダイマックス していなければ落ちていたんじゃないかというぐらいの火力を持っている。シタリガーさんは特防に振っていないので落ちてしまいましたと。おいおいおい、このままじゃエースバンガリ動画じゃないんじゃないかと思われる方いらっしゃいますよね。今まさにいますよね。ここでアニオラが活躍するんです。つら、あ、まだトリックルームターンでした。まだトリックルームターンなので相手の方が早いですが、こちらは気合いに助け、せっかくの倒しきれない、ちょっとお相手の方のプレイングがうまかったので、エースバーンは登場しなかったというところでしょうか。まあ、私のシザリガーがエースバーンを抑制したいと言っても過言ではない、そういったところでしょうか。相手エースバーンを選んでなかった。さあ皆さんこんばんは、アニオでございます。今回はですね、デスバーン、シザリガー、アニオーラ、この3体でリベロエースバーンを目立っていこうという、そういった企画内容でございます。お相手に一番右下にいますよね、リベロエースバーンが。これをどう対処していくのか、とくとご覧あれといったところなんですが、そうですね、ちょっと初手からエースバーンがなかなか出てこないんですよね、最近。なんでかわかんないんですが、なんででしょうか。メタられてるんでしょうか。分かっているんでしょうか。もうそれがバレているということなんでしょうか。初手から出てこないというのであれば、あればですよ。のであれば、こちら先生、マニューラ、デスバーンシダリガーという戦法もありかなと思っております。これで全員相手のパーティーを壊滅させていく。これ一つありなんじゃないかなと思います。行ってみましょう。全員ただね、物理というのが非常に重いところ。対戦相手の方、カナさん、よろしくお願いします。さあ、楽しく楽しくゲームをプレイしていきたいところ。皆さんは最近ゲームにイライラしていることありますでしょうか。このポケットモンスターというゲームにおいては、イライラすることがただあると思います。初手キッス、こういったポケモンですよね、トゲキッス。これがもし弱点保険だったら私は負けです。もう負けを認めます。負けを認めざるを得ません。どうしよう、弱点保険なのかな。つらら落とし一発打っていきましょうか。初手ダイマックス突撃室ですか。エースバーに使いたくないですか。ダイマックスはどうですか。エースバーに使いたいって思いません。思いますよね。普通エースバーを活躍させたいと思いますよね。そういった動画をあなたも撮っているんじゃないですか。違いますか。違うんですか。どうなんだい、どうなんだい、どうするんだい。え、ちょっと喧嘩腰になってしまったんですが、おっと、つらら落としが通っていく。それはちょっと甘えなのでは。しっかり耐えられていく。なんだ、弱点保険。なぜダイマックスを切らなかったのかわかりませんが、ハドゥードゥン。失礼いたしました。波動弾が出てしまいました。ここは氷のつぶて一択、つぶてで落としていきましょう。まあ、アニョーラのつぶての威力を舐めてもらっちゃ困りますよと。さあ、トゲキッス、なぜかダイマックスしなかったトゲキッスが押しましたと。クリックミスですか。クリックミスしました。ダブルクリックしました。さあ、そして出てくるのはチラチーノか。チラチーノもこちらの方が早いので、ここはつらら落としをしていきますか。ひるみの可能性もありますからね。
先制技は電光石火覚えてるんでしょうか。覚えてないと思うので、スララ落としを打っていきましょう。さあ、スララ落とし、どのくらいのダメージが入るのか。いいダメージが入っていく。さあ、ひるみはしない。畑落とすを持っていた。いいですね、いいですね、いいですね。ここからですよ。ここからデスバーン登場と。チラチーノに対しては、デスバーン、こちら AB 振りという特殊な振り方しているので、トリックルームをしっかり張っていって、相手は種マシンガンを、トゥク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 。これ王者の印型だったら、非常にまずいです。ひるまないで、ひるまないで、42% を引かない。引かない、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 引かない。はい、お弁当食べて、お弁当ガジガジガジ、おいしい、おいしい、おいしいね。おいしい、お盆飲み、おいしい、おいしい。あ、あと一発あったんですね。ちょっと急所じゃないですか。ちょっと、5回当たって、しっかりトリックルーム晴れていく。さあ、ここは、チラチーノは地震で落としちゃいましょう。AB ぶりなので、落とせる火力は持っているんですね。このデスバーンというポケモン。皆さん、侮っていないですか？高耐久、そして A にも振れば十分な火力があるポケモンの一体。急所は無駄急と。無駄に急所も引いて、運もいいぞ、このデスバーンと。そして最後の敵に対して呪いで退場することができる。出た！エースバーンだー！ここで出ました、エースバーン。ここ。地震が打てるんですね。さあ、お相手はダイマックスするしか方法がないんですが、こちらはニヤニヤニヤといったところ。さあ、エースバーン選手どうするのか、どうするのか、どうするんですか。ダイマックス切りますよね、切りますよね。 AB ぶりのこのデスバーンの火力見せつけていきたいところ。地面ゴーストという特殊なタイプのポケモンですから、水ロトムとかに非常に弱いんですけど、さあ地震どれほど入る。この火力、ダイスチルリベロで鋼タイプになっていく。ダイスチル程度では落ちないのでは。落ちたか、さすがに落ちたか。で、今の相手のタイプは鋼タイプと。そしてまだトリックルームのターンが残っている。ここで締めさせていただきましょうか。シザリガー選手、あなたのインファイトでリベロエースバーンジエンドです。鋼タイプにしたあなたの罰、罪、悔い改めてください。さよならエースバーン、ありがとうアクアジェットマン、対戦ありがとうございました。男の人もしっかり腕を組んで見てくれています。これが私のエースバーン狩り講座でございます。非常にテクニカルな戦いを要求されるんですが、決まってしまえば気持ちよさは抜群と、群抜といったところでしょう。対戦ありがとうございました、かなちゃん。皆さんこんばんは、ありがとうございます。今回はですね、デスバーン、シザリガー、マニューラのこの3体で、お相手にいる、なんだっけ、うさちゃん、うさちゃんを、縛っていこうというコンセプトのもと組まれたパーティーとなっております。新生ウンバーン軍とでもいたしましょうか。で、初手なんですが、カバルドンだったり、一番嫌なのがヒヒダルマですね。これどう止めていくか、初手マニューラ行きましょう。そしてまあオーロノクスの圧力で、オーロノクスの圧力じゃあダメだな。デスバーン、シザリガー、オンバーンで行きましょうか。それで行きましょう。初手に、ヒーダルマが出てきたら G エンドということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ナックルスタジアムからジャッジさんよろしくお願いします。さあ最近は春、まあ春といってももうもはや夏のような季節になってきているんですが、皆様には春は訪れているでしょうか。私にはもっぱら訪れることはないと。やはり初手ひだるまと、ここ耐えないんですよね、氷を。トリックルーム張りたいんですけれど、張れないと、相手がトンボ返り等々で何か、読んでくれればいいんですが、つらら落としが外れるということも加味してトリックルーム張っていきます。トリックルームってバレやすいのかな。当てる。今回ね HD に振ったんです。負けですね。対戦ありがとうございました。しかし諦めないのが私アニョ。これちょっと改良の余地ありですかね。どうするのが正解なんでしょうか。追い風フェリッパーの方がまだ勝てるんでしょうか。アクアジェット協会の皆さんどうでしょうか。スララウトし耐えて返しの大ストリームでまずは火だるまを落としていくと。皆様には春は訪れていればいいんですが、私には春は訪れていないと。まあ、少し前の昔のお話をいたしましょう。私インターネットで、女性と知り合うということがよくありました。よくある出会い系アプリというやつですね。それで女性と会うという機会がありました。まあ、そこにはもちろん可愛らしい、お顔の、おっとエースワン、エースいたのか。エース、エース、ここで来ちゃダメなんだよ。お前か、ここで来ちゃダメなんだよ。これ相手としては格闘ダイナックルを打ってくると思うんですけど、エースバーンビルドアップ、リベロで格闘タイプになっていく。ビルドアップでも格闘タイプになるの、エースバーンさん。そうなの。しかし耐えきれるか、この適応力の大ストリームを耐えてみせるのか、エースバーンよ。耐えきれないでしょうね。そうでしょうね。その程度の耐久では私のシザリガーちゃんは突破することはできませんよ。まあ私の恋愛のお話なんですけど、最後はカバルドンと。最地個体なので最悪抜かれてるんですよね。このシザリガーちゃん最地個体なので抜かれてる可能性があるんですが、どうですか。カバルドンさんの上を取っているのか取っていないのか。高さんが選ばれました、ありがとうございました。これがエースワン狩り講座。違う違う違う、こういうのを取りたかったんじゃないの。私の恋愛話もしてないし。違うの違うの違うの、皆さん待って待って。さあいますね、エースバーンが。これ見よがしにいますね。ちょっとデスバーン展開からのシザリガーっていうのがバレやすいんですかね。ちょっとあまりにもバレバレと言いますか、なかなかうまいこと言ってくれないんですが、そうですね、いやオノルクスじゃなくてオンバーン先生信じましょう。オンバーン先生でいきます、よろしくお願いします。ミミッキューは出てこないと仮定しましょう。そうしましょう。さあ対戦相手のお方、ハイプさんよろしくお願いします。私の恋愛話の続きになるんですが、当時ネット恋愛をしていたと。ネット恋愛というか出会い系サイトで出会っていたと。人と、まあいるわいるわ、可愛らしい顔写真の女の子たちが。
しかし実際に会ってみると、全く違う顔の女の子が来るというのはまあ常というところがありまして、私全然好みじゃない女の子と、まあ、一日中、まあ、デートといいますかしたことあるんですね。映画を見に行ったりして、その後カラオケに行って、でそろそろもう私は帰ろうかなと思っていたんですね。昼間内でね、ここ一番大事なところ、ナイストリックルーム、ここ一番大事なところですから、でもう私帰ろうかなって思ってたんですね。そしたら、え、もう帰っちゃうのと。私そんなに好みじゃない女の子だったんですよ。歌はうまかったですけどね、カラオケの歌はうまかったですが、別に好みじゃない、全然好みじゃない顔で、まあ写真詐欺の顔の方だったので、ちょっともうそろそろおいとまさせていただいてって思ってたんですけど、もう帰っちゃうのと言われたので、じゃあどっか居酒屋一軒行きますかというところで、居酒屋に行きまして、まあそこから、まあ、飲んで食べてを繰り返して、まあ、気分は良くなってきましたよと。でそこでですよ、そこでもうさすがに帰ろうと提案したんですね。そしたら、いや私朝帰りでもいいけどって言われたんですよ。はいって思って、いやそんなつもり全くなくて、こっちは全くそんなつもりなくて大悟みたいになってますけど、そんなつもりはこっちは全くなくて、本当にこれインファイトの方がいいよな。トリックルームのターン、あと何ターン、3ターンか。ここダイストリーム放っていきます。相手も呪いを嫌って引く可能性高いですから引っ込みますよね。ダイストリーム放っていきましょう。ミミッキを展開してきたご様子、いいですね。ここでダイストリームを放っていけるのは美味しい展開、こと美味しいことこの上なきと過去の動画でも言ったことがあります。さすがに帰りたくてさすがに帰りましたよ。振り切って、もう怖かったので初めて女性に恐怖を覚えました。好きでもない方にあそこまで追い詰められると人間はこういう恐怖を味わうんだなっていうのをあそこで初めて痛感いたしました。皆様のお気をつけください。出会い系サイト、まあなんていうアプリだったか名前を忘れてしまったんですが、まあなかなか出会えた方では私の中ではあったのかなと思うような節があったので、まあなかなか使っている方も多いのかなと思います。昨今出会いなんてインターネットぐらいでしかできないですから、みんな仕事で休日は疲れ切ってもう寝ているでしょうから、出会うなんてね、今の世の中インターネットぐらいしかないですからね。まあそれはそのインターネットの出会いの話はさておいて、もう一つあるんですが、これはとてもとても可愛らしい女性の方がと出会ったこともあるんです。私本当にすごい、もう女優かなっていうぐらいの可愛らしいお方と出会ったことがあるんですが、初めて言われたのが、コミュ障ですかって言われました。コミュ障です、すいません。当時は私も、なんて言うんですか、これもうダイストリームぶっぱでいいんじゃないですか。アメリカダイストリーム受け入れるカビゴンいるんですか。首をしている暇もないでしょう。カビゴンの方が早いか。どうだ、最地個体だぞ。ダイマックス切ってくるか。ダイマックス切ってきた。ダイマックスを切ってきましたが、このダイストリームがどれだけ入るか。ダイウォールから入ってくるかな。おっ
巨大マックス個体絶世の美女というのと出会いまして、その方とも飲んで食べてを繰り返したんですが、やはり相手の方が早い。しかし AB ぶりなのでこの左側は硬いですよと。エレキフィールドか、エレキフィールドは関係ないですね。さあ大ストリームがどれほど入るか、絶世の美女の話もしたいですが、大ストリームのユニクロを見ていきたいところ。この火力、ここまでの火力が生み出せるのが左側の強み、そして歪んだ時空が元に戻ったということは、ということはこちらの方が早いです。ここインファイト240ダメージ、叩き落とす、いやクラブハンマーの方が一番ダメージ出ますよね。200ダメージの 151.5 倍、350クラブハンマー打っていきましょう。こちらの方が速くなっているので、これはいいですよ。いい戦い方ができていますよ。この3体リベロエースバーンは出てきませんでしたが、この3体で戦えるということを十分に証明できたと言っていいでしょう。さあ巨大カビゴンを倒して、残るお相手はおそらくこだわりメガネのサザンドラ。あの火力からしておそらくこだわりメガネだと私は思っています。あの子は AD ぶりなので、 AD ぶりっていう謎の振り方なので、ここは赤ジェットですね。クジェットでぶっ飛ばしたっけ、不安な心切り笑いして、そう絶世の美女とデートしたんですが、全く私陰キャだったもんですから、飲んで食べて、2軒目飲んで食べて、そして夜、最終夜どうするか、ワンチャンあるのかないのかありませんでした。私が取った行動はインターネットカフェに行って疲れたその女の子を、解放すると疲れたその女の子を解放するといったことだけでした。私ができたのはそれだけでした。何も得られませんでした。雨も上がってしまいました。ここで登場するはオンバーン、悪の波動対流星群、どちらが強いかはお分かりだよな。流星群に決まってるよな。そして君はおそらく、あれスカーフ広まないで